皆様、いつもお世話になっております。アユタヤ銀行グローバルマーケッツグループの長瀬まどかと申します。これから5分程度お時間を頂戴し、タイの経済動向と為替・金利相場の見通しについてお話しいたします。はじめに、米国の動向についてお話しします。6月の米国 FOMC では、予想通り5%の政策金利を据え置きました。 昨年、2022年の3月から利上げを開始し、先月5月までに10会合連続、累計5%の利上げを行ってきましたが、ここに来て利上げ等を残しつつ、一旦据え置きとしています。声明文には、今後の情報を監視し、目標達成に向けて金融政策スタンスを適切に調整する準備があるとの文言を入れており、 この声明は追加利上げを示唆と捉えることができます。また、インフレ率は引き続き高止まりしていると警戒感を示しており、これで利上げは終わりと考えるには時期尚早だと考えられます。加えて、ドットチャートと呼ばれる FOMC メンバーが先々の政策金利の見通しを投票したチャートでは、今年あと2回の利上げという見通しが中央値でした。 しかし、パーウェル議長は記者会見にて、本年中に幾分かの追加利上げが適正と、ほぼ全ての政策当局者が予想と述べています。また、7月の会合はライブな会合になると、ライブという文言を入れています。これは方向性が未定ということを表現しています。ただ、ドットチャートなどを見れば、利上げしさを行っていることになります。 この収録を行っている6月27日現在、市場参加者は今年あと1回の利上げを織り込んでおり、ドットチャートの2回とはまだ差があります。次に日本の動向についてお話しいたします。米国がテーパーリングと呼ばれる金融緩和縮小を始めて以来、ドル円は最大で37%の上昇を見せました。 これは米国をはじめとし、世界的に各国が金融引き締めを行う中、日銀が異次元緩和を続けていることによる金利差が背景にあります。右の図をご覧ください。2021年10月から2023年6月15日まで、ドルに対してどの通貨がどのぐらい強くなったのか、弱くなったのかを表すグラフです。 こちらをご覧いただく通り、日本円は3位買い、最も弱くなった通貨です。これだけ見ると、ここまで売られた円が買い戻されると思うこともできるかもしれません。ただ、日銀が金融正常化を行うシグナルがまだ見えないことや、日本の実質金利が低下傾向にあることを考え、円高回帰にはもう少し時間がかかりそうだと予想しています。 最後に、タイ経済とバーツの見通しについて説明いたします。タイ中銀は5月31日の MPC において、全会一致で政策金利の0.25%引き上げを決定しました。3月に続いて、6回合連続で0.25%の利上げを行っており、タイの政策金利を2%まで引き上げました。次回以降の決定について、 政策金利を段階的かつ慎重に正常化するという方針は不変でした。声明文には23年の経済成長率を3.6%に据え置き、インフレ率予測を2.9%から2.5%へ下方修正しています。ただ、この会合が行われた際やその後の記者会見でも、大中銀は政府の経済政策に起因する 成長の上振りリスクに言及するとともに、インフレ率が高止まりすることを警戒した発言を繰り返しており、非常に強い高波トーンだったと言えます。また、6月6日に発表されたタイの5月消費者復活指数は、年率0.53%、前回2.67%だったところから急低下しており、コア c PI も 前月1.66%だったところから1.55%に低下と、4ヶ月連続で中銀のインフレターゲットを下回っています。我々は足元のインフレ率低下を受け、次回8月には金利を背負くと予想しています。しかし、先ほど申し上げた通り、中銀の高波トーンは非常に強く、 環境次第では利上げを行う可能性も想定しておくべきだと考えています。さて、こちらでタイバーツ相場の予想を申し上げます。先月予想していたよりも、米国の金融引き締め停止は後倒しになる可能性があることで、短期的にはドル高を警戒しています。一方のタイバーツは、輸出の減食圧力が懸念され、やや売られやすい展開だと考えています。 年後半からは本格的に観光業の復活が見込まれ、バーツ高が鮮明になっていく流れを予想しています。ここまでご清聴どうもありがとうございました。引き続き、あゆたや銀行を何卒ど,どうぞよろしくお願い申し上げます。